サボりじゃなくてちょっとお買い物だよ。小倉屋のシュークリームは今買いに来ないとね、売り切れちゃうの。あ、そういえば京一郎の仕事って女子高生の誘拐事件だっけ。なんかね、外に買いに出ようとした時に友達から注意されたんだけど、黒いコートを見たら気をつけろって言われたの。確か石川町駅のあたりでその変な人たちにつきまとわれたり嫌がらせされたみたい。これって京一郎のしている仕事と何か関係があるのかな。本当に本当に？ねえねえ、私ってもしかして役に立ったの？何か私でできることある？そんなことないって。何かあったら手伝うよ。
何何？事件？私が必要。うん、やってみる。あれって今日話した怪しい人たち？けど、京一郎は？うんうん、任せて。
さっきから僕の後をついてくるのは誰なんだい？人に尋ねる前に自己紹介をしなくてはならなかったようだね。僕は星崎レイジ。親しみを込めてレイジーって呼んでくれたわ。ミーはユーの要望に応えて自己紹介をしたんだ。今度はユーの番だ。なるほど。サガーラか。で、僕に何か用かな？ん？確かにこの女性たちには会ったことがあるような。ああ、うん、思い出した。勧誘にちょっと声をかけたはずだ。もちろん悪の秘密結社にさ。最近は若い人材の登用にも力を入れていてね。黒いコートの男たち、下っ端のことか。彼らはミーの部下だが、何か問題でも起こしたのかい？彼らが部下と来たら、超美形で頭脳明晰なミーは彼らの上司で、悪の秘密組織の大幹部と決まってるじゃないか。